今回は、いろいろ聞いて。はい、今回はね、オリンピックですよ。オリンピックね、オリンピック決まったね、メンバー発表が。決まりましたよ。いや、なんかさ、あの、YouTube でさ、はい、メンバーこうです、みたいなさ、うんうんうん、やろうかなって話もあったけど、いや、なんかちょっと俺が偉そうにさ、しかも若い選手もそんなにチェックできてるわけじゃないからさ、なかなか難しかった、ね。なかなか難しかったけど、うん、まあでも、メンバー見た感じは、うん、何、順当っていう感じなんだよね、やっぱり。うんうん、今回、これまでのその選手の選考の中で一番大きな違いが、海外組が、全体の中の9人ですね。で、あと、オーバーエイジで入ってる酒井宏樹選手が、うん、まあ、裏側になったんで9人っていうカットですけど、彼に入れたら10人なんですよ。まあ、ほぼほぼ。はい。なので、で、この海外組のこの数が9人っていうのは、これまでの代表のオリンピックメンバーの中では最多なんですよ、ね。あ、もう時代だね。やっぱりね、海外行くの早くなってもね、俺前回出た時あれ何人ぐらいいたんだろう。もやくんと大津と、ひろきと、何人ぐらいいたんだろう。まあ行って5人とかかな。もう9人ってことはだってもうあれだもんね、出るフィールドほとんど海外行くかもしれないし、ね。そうそうそう。いや、そう考えたらやっぱすごいね、海外行くの早くなってるよね。やっぱオリンピックって、うん、やっぱ、まあ代表だからそうなんだけど、海外の選手との試合だから、うん、やっぱ海外でプレーしてる選手の経験値っていうのはすごく上がるから、それ過去一番なんでしょう。期待なんじゃない？やっぱそこは。まあ、でもあとオリンピックとかそういう代表で、俺の持論で言うと、なんかアクシデントがある時の方が、アクシデントがあったりとか期待されてない時の方が、日本代表って結果出してるっていう俺の中でのイメージがあって、ワールドカップもそうで、なんかジーコジャパンの黄金世代みたいな、黄金世代っていうかこの過去最高のメンバーって言われてた時の方があんまり聞かれてなかったり、まあ、片やこの前のワールドカップみたいにちょっとアクシデントがあった時とかの方が良かったりで、俺らのロンドンの時も期待されてなくて、いやもうこれ雑草魂でみんな頑張ろうよって一つになって行ったら、逆に俺らが注目させてやろうぜみたいな、そういうふうに言った時ってすごい良かったと思うし、うん、なんかそういう、なんだろうな、だからこれも過去最高なんじゃねえかっていうような時ほど危ないんじゃないってこんなこと言えないけどさちょっと今年はね、今回はちょっと金メダル取るぞぐらいの勢いにはなってますけど、で、勢いになってるし、で、危ないんじゃないって思うけど、でも俺の中では何かアクシデントがある時って強いんだよ。で、これ今年、やっぱ世界の情勢でオリンピックやるかやらないかってなったじゃん。うん。で、観客も1万人までとか、やっぱそういうなんか、社会的なやっぱアクシデントの中でやってて、で、それを日本でやるっていうのには何か意味があるのかなっていう、そういう期待もしつつ、ただメンバー的にはこの、最高なんじゃないかっていうのも逆に、うん、危ないんじゃないかって危機感もありつつ見たいなみたいな。そう考えるとやっぱりこれ初戦がすごい大事なってね。そうだね。ここ落とすと本当にガタガタってなんか聞かねない気がするので、うん、なんかでもそもそもヨーロッパのサッカーでオリンピックって全然重視してなくて、俺もスペイン行った時に、うん、俺オリンピックの時スペインに勝ったんだよみたいなことを言うと、はてみたいなオリンピックみたいな、ワールドカップしか代表だと思ってないんだよ向こうって。あとユーロの、はいはいはい、ユーロとアンダー20とかのアンダー21とかのヨーロッパ選手権で優勝したらすごい評価されるんだけど、オリンピックの結果って重要じゃないんだって。だからそれで言うと俺らの世代の海外組もなかなか招集できなくて、うん、それなんで行くのオリンピックに行って、キャンプの時とか行かなきゃいけないし、その構想に入らないとかになるから、逆にオリンピックから終わってオリンピックからチームに帰ってきたポジションないとか、そういうのなりかねないと。で、向こう別にそのオリンピックってあんまり重視してないみたいなのが結構ヨーロッパの中っていうか、スペインか、スペインではあって、うん、だから今回そのね、裏で動いてたって交渉するっていうのはそういった背景があって交渉せざるを得ないよね。で、まあ交渉の中に多分日本開催だし、まあこういう状況の中で日本で開催できるっていうチャンスで日本代表として呼びたいっていうのであれば、まあ
開催国だし、それはまあ招集できたのかなみたいな思ってるけど、でも例えばこれが違うところで開催してこの9人全員呼べたかっていうと、それはまた難しかったかなみたいな。いやすごいよ信じられない。細かくプレー見てないから何がすごいかっていうのも言えないんだけどさ、でもすごい。だってあのイタリアでスタメン張ってね、うん、やれてるわけですから。すごいよ。本当に。なんかやっぱいろんな国で見たいなっていうのはやっぱあるし。うん、なんか今後彼はどういったところに行きそうですかね。まあでもインタビューとか見てるとやっぱプレミアに行きたいっていうような希望はあって、でもなんかね、彼もうフットボリスタのインタビューで見たんだけど。結構現実的で、また上に行くにはまた2ステップぐらいあると思ってるみたいな。だからここからボローニャからもう一段階チームを上げた先に、まあ、ビッグクラブだったりとかプレミアリーグだったりとかそういうのがあると思ってるみたいなこと言ってたから、しっかりこう俯瞰で自分のキャリアを見てるなみたいなのやっぱ思うし、だからゆくゆくはプレミアとかトップの本当ビッグクラブとかで見たいけど、チャンピオンズリーグ器用なね、そのチームにセンターバック日本人がいるって今までなかったことだから、まあ、そういうところは見たいなって思うけど、それまでのこうステップっていうのも楽しみかな。ちなみにこのオリンピックって中2日ぐらいでこう試合が進んでいくイメージなんですけど、うん、実際に大輔さんはロンドン五輪ですよね、うん、それこそ中2日ぐらいで試合ずっとしたですよ、ね、勝ち進んでいくと実際やっててどうでした？そのいや、うん、実際最後の韓国戦とかはもう相当体きてたし、正直めちゃくちゃきつかったっていうのはある。最初とかまあ予選突破するぐらいまでは連戦でパンパンパンってリズム作れるんだけど、やっぱ決勝トーナメント上がって1試合2試合ぐらいやるともうだいぶ疲弊はしてたかなって、なんかそれを自分の中で若い時言い訳にしたくなくて、そういうなんかね、よくね、記者にも聞かれたけど、その過密日程でとか、なんかそういうのは別に、まあどこもそうだし、あんま言い訳にはなんないからって思ってたりはしたんだけど、でもやっぱサッカーの質とか、そういうのは正直やっぱりもうちょっと開けた方がいいかなって思うよね。そう考えるとじゃあ結構やっぱり無理くりやってる感が。いや、そうです。だって日本の夏でしょ。今年はね、うん、そうですよ。そうそうそう。国葬の中で。いや、そうです。昼間やるんで。相当きついと思うよ。あの日本でもさ、外国籍選手が夏に移籍してくると暑さで全然活躍できないとか あるんだよね、やっぱハマらないとか。で日本人やっぱ夏慣れてるからチャンスなのかもしれないね、そこは味方にできればね。やっぱり連戦きついけど、ね、確かに確かに、そうか、あえてその環境を味方にうまくつける、ね、そうそう、自分たちがやってる環境でできるわけだから、うん、実際あの、まあ、オリンピックの雰囲気結構また独特だと思うんですけど、うん、参加っていうか出場してみてのなんかその大輔さん的な感覚ってどんな感じでした？うん、なんか明確に海外で やろうって思った大会って、それまでも漠然と海外行きたいなと思ってたけど、オリンピックの前にトゥーロンでフランス行ったりとか、国際試合を経験するたびに、いや、ヨーロッパ住んでヨーロッパの選手と価値観を交えて一緒にやりてえなって思ったのがあの年21、22ぐらいだったから。でその大会終わった後に、まあ俺はカシャーレイソルに移籍したんだけど、まあそこでのやっぱり意識っていうのもすごく変わって、その時にやっぱもう世界見てたし、なんならもうあのオリンピック終わったタイミングで海外に移籍したかったし、あの時はやっぱりそういう意識を変えてくれて、でまあ大会自体もあのスペインに勝ったりとか、まあ、ベスト4まで勝ち上がることができたから、だからそういう中でもなんか自信につながったしね、ここまでのキャリアの中ではすごく、一番と言ってもいいんじゃないかぐらいやっぱ影響を与えてくれた大会ではあったかな。あの、まあ、今回もオーバーエイジをね、こう3人、入ってますけど、うん、吉田選手、酒井選手、遠藤選手ね、うん、3人入ってますけど、そのオーバーエイジって、なんだろう、もういきなりこうポンと入ってくるわけじゃないですか、うん、今までやってたチームの中で。この辺って、やってるこの選手からすると、どんな感じだったんですか？いや、これ結構ぶっちゃけて言うと、俺らの時は、まあ、オーバーエイジ、マイクンだったり、
徳さんだったり入ってきてくれて、でもあのそれまでに予選で一緒に戦ってきてきた仲間がいて、でその仲間の絆もすごくあって、落ちていく仲間もねもちろんいるし、でそこで大林が入ってきて、なんか俺らの時はあのもう本当期待されてなくて、 J で試合出てるのも結構ギリギリな選手、今でこそさそうやって海外で9人やってるっていう選手がいるけど、俺らの時結構ギリギリでやってる選手が多かったから、でまだ名前も売れてない、日本での実績も作ってないとかでいう中で、センターバックなんとか言われてたし、俺センターバックやってるけど言われてたし、でディフェンスの選手オーバーエイジ2人で、俺ふざけんなって思ってた最初本当に、なんでオーバーエイジにが来て、オーバーエイジ来たらそれはポジション取られちゃうじゃんみたいな、その枠を なんで減らしてくんだろうっていう、でこのまま予選でやってたメンバーでやりやすい中でやらせてくれよって思ってた正直だし、最初自分の中でふざけんなと思ってた、やっぱ、うん、特に後ろの選手だったし俺は、まあそれが結構正直なところで、でやっぱその負けてるとも思ってないし、やっぱ 若気の至りで、やっぱそどんなもんなんだよみたいな、別になんかそのそんな変わんねえだろうみたいな、なんなんだよ経験ってみたいなぐらいに思ってて、でもやっぱ実際入って俺は麻也君と組むようになって、左のサイドバックに、徳さん徳永さんが入ってくれてでやると、やっぱすごいこうバランス取ってくれるし安定感あるし、自分に対してのアドバイスとか、やっぱり自分が気づかないところ、お前もっとこういう風に対応した方がいいとか、ラインの設定こうやってやろうとか、やっぱリーダーシップとかそういうの見てると、その横で飛躍的に成長できた自分がいて、あめちゃくちゃ良かったなって今でも思ってるし、うん、ということは、じゃあまあその選手のなんていうのかな、そのまあ選ばれる選ばれないっていうところで言うと、やっぱりちょっとこうね、こう心にやっぱりこう感じる部分あるけど、実際やっぱ入ってチームとしてやっていくと、こう学びは非常にこう大きなものがあるっていう感じなんですね。選考の時ではふざけんなって思うけど、結構やっぱり一緒になって、うん、やるとありがたさを知るというか、まあやっぱ経験だとかやっぱ思うんだよね。だしすごい感謝だし、あの時にマヤ君はフェンロにいて、でフェンロからやっぱプレミアに移籍したいから、やっぱロンドンでね、あの大会でインパクト残したいっていうようなこと言ってたんだけど、やっぱりそれでインパクト残してあのサウサンプトンに移籍してたんだよね。でフェンロに、いやお前あのセンターバックでヨーロッパでやっていかなきゃいけないから、あのその選手は多分もう本当にマヤ君だけぐらいしかいなかったし、あのフェンロに行けよって言ってくれたりしてて、でまあ俺も海外行きたかったし、で結局そのタイミングでフェンロに行けなかったんだけど、でまあスペイン行ったタイミングではやっぱセンターバックで海外少ないから一緒に頑張ろうぜみたいな連絡もらったりしてて、そうそう、だからあの大会きっかけで麻也君プレミア行ったからすごいなと思ってたんだけど、で今回もやっぱオーバーエイジでしっかり入ってきてるってことは、やっぱりね何か狙ってますね彼はっていうようなところは、やっぱ主婦活としてまたなんか遺跡狙ってるのかなとか、俺の中では連絡取ってないし、お前何言ってんだよって思うかもしれないけど、俺の中ではそういうふうに見てますね。来季もしくはそれ以降のキャリアの計画の中に一つオリンピックっていうのが入ってるのかもしれないなと。なんかオリンピックでのなんか一番の思い出とかってあります？一番の思い出か、まあでもスペインに勝ったことがやっぱ一番思い出かな。あの試合で、まあ、スペイン最初に退場しちゃったんだけど、でも今ヨーロッパの最前線で活躍する選手いっぱい、やっぱりデヘアとか、あのジョルディ・アルバとかチアゴとかムニアインとかね、いっぱいいて、なんだろう、本当にその当時からやっぱテレビで見てた選手だったし、今でも第一線で活躍して、今はもう本当自分があの映像を見て勉強してるような選手たちと一緒に試合できたっていうのは自分の中ですごく、まあ、刺激になったし、うん、まあその試合でやっぱり初戦で勝って勢いつけれたっていうのはすごくね、なんだろう、あいけるって思った試合だったから、そのなんかあの何も考えてない若い時のこの勢い加速させてくれたなみたいなのはあったかな。結構じゃあやっぱり勢いは
若いだけにやっぱ大事。いや大事、やっぱりその後海外とか出て知ることもいっぱいあるんだよね。あの、あ、こういう考えじゃダメだとか、あの、この勢いだけでやっちゃダメだとかあるんだけど、あの、個人的には勢いだけでやってていい時期って絶対あると思ってて、そこはやっぱりその勢いを利用してやっぱやってほしいし、何も考えずに自分が今持ってる世間知らずな自信みたいなのをどれだけこういい方向に持っていけるかっていうのが、いい方向に働いたからロンドンの時はすごくみんなまとまって勢いを持ってチームとして勝ち上がっていけたっていうのはあったんじゃないかな。なんかこう中2日でやってる中で、なんかその オフの過ごし方をしてるのが結構気になってる方もいるのかなと思うんですけど、うん、いやでももう本当にリカバーして試合みたいな感じだから、ちょっとこう気分転換でどっか行くとかっていうのも、うん、散歩ぐらいね、あ、試合の合間の散歩とかぐらい。でもあとは俺はロンドンでやった時はもう試合と試合の間に移動があったから、バスで 4,5 時間かけたりとかして、その中2日の試合で移動が結構長いって結構地獄で、なんかもう休養に当ててたかな。でもあとは中2日だから、まあ、ロンドンの時も永井が今 FC 東京、永井がワントップとかでやってたんだけど、捻挫かなんか足首かなんかやったりとか、酒井宏樹も足痛めてたりとか、まあ、大津も手負いだったりとか、結構ね、費用とか持ってたかな、なんかやっぱ怪我っていうか細かい怪我っていうのがいっぱいある中で、それでも中2日でコンディション整えていかなきゃいけないから、メディカルとの連携とか、なんかそういうのも、まあ特に日本の夏って暑いし、怪我とかする中でのフルメンバーで戦わなきゃいけないっていう、まああの時は予選2試合で、あの決勝トーナメント決めたから、最後こうローテーションできたりした、で絶対その全員の力が必要になるっていう大会だから、その辺は総力戦かなと思う。まあ、ロンドンの時ってやっぱりこうお客さんほぼほぼみんな外国人の人だと思うんですけど、うんうん、なんか反応とかってどうだったんですか？あのね、勝ち上がりにつれてやっぱね、最初スペイン破った時から多分それまで全然期待されてなかったと思うけど、日本のファンにすら期待されてないから、だけど勝ち上がりにつれてやっぱりそっちの熱も上がってくる。ラグビーの日本代表がそうだったように、なんかどん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 周りの反応も上がってきて、おあいつらいいねみたいな感じになってったような記憶はある。あの会場もどん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 良くなるんだよね、うん、オールドトラフォードに準決でな、うん、準々決勝でオールドトラフォードになったりで、準決勝行ったらあそこのウェンブリーでやったりとか、会場も徐々に良くなって注目度も上がっていくから。なるほどなるほど、そっか。じゃあやっぱこう勝ち上がっていくとどんどん、なんかあまりこう興味のなかった人たちも巻き込む、注目してくるみたいな感じなんですね。あ、でもね、あの代表って同世代だから、うん、だから同じいつもチームでやってるメンバーって年がねやっぱ離れてたりとか下だったりとかするけど、代表ってなんだろうな、同い年で違うチームのメンバーだし、そっちの方がまとまれる要素もあるかなっていう、なんかやっぱその大会だけにかけて集まってきてるからまとまりやすいのはあったかな。そのロンドンに関して言うと、あのどうしてもクラブチームってみんなどこかライバルみたいなところもやっぱあるし、まあ、同じ目標に向かって1年間戦えるっていうまとまれるな、その要素もあるんだけど、まあ、代表で言うと同世代のメンバーで、まあ、いろんなとこから集まってきてる分、逆にその大会に向けてまとまれるみたいなのあるかもね。こんなこと言うのもね、まあ、あれだけど、まあでも自分の経験から言わせてもらえば、あのオリンピックを経験したことによってサッカー選手としてすごく意識が高くなって、まあ、海外の選手と、まあ、本気でぶつかり合うことによってやっぱそういう、なんだろうな、こういう選手たちとコミュニケーションも取りたいし、まあ、人生観も変えるために海外行きたいなとかっていうの
思ってくれた、なんか本当にそういういろんな新しい世界を見せてくれた大会だから、なんかそういうのを感じ取るために自分の今の勢いを全部ぶつけに行ってほしいなみたいなのはありますよね。優勝してくれると信じて、これ日本で優勝者すごいな、本当日本でオリンピックできるってマジで羨ましい、それだけはいいね。もう多分本当にもう最後の最後だと思うんでね、本当にすごいよね、いいよね。いやでもなんかあれだね、オリンピックの試合とかもね、ちょっと自分なりにね分析したりとか、なんかね他の国も含めてやっぱ勝ち進んでって、いろんな世界の強国と対戦してるところを自分なりにまた分析したいから、やっぱそういう意味でも勝ち上がってってほしいし、なんかいろんな選手も見たいし、これからこう世界に出ていく選手もう日本代表だけじゃなくて世界の選手たちっていうのがやっぱ来るわけだから、そこも注目したいし、戦術的なところも注目したいし、そういった意味でも日本代表にいろんな景色を見せてもらって、